今見たい。恥ずかしいんすか？アーティストじゃないんですか？あなた。はい？アーティスト？どういう気持ちで明日出るんですか？明日っすか？やる気はあるんですか？やる気あるっすよ。じゃあ勝つ気は？あるっすよ。どれぐらいあるんですか？全勝っす。じゃあ全勝する芸見せてもらっていいですか？あれっす、シークレットっす。シークレットってどういう意味ですか？じらしてるんですか？そうっす。じらしてるんですか？じらしっす。はい？じらしてるんですか？焦んなよ。はい？焦んなよ。焦んなよっすか？どういう意味ですか？焦んなよ。はい？内藤です。後楽園ホールで T シャツ着て、両国技館、東京ドーム、あれはもう全上来、あれと一緒っすよ。どういうことですか？今 T シャツ着てるんすよ。今 T シャツ着てんの。内藤哲也でしょ。後楽園ホール、あれチェック。内藤哲也でね、あれケニー・オメガだ。これ間違えた。ケニー・オメガっすよ。ケニー・オメガは、前哨戦は T シャツ脱がないんですよ。嬉しかったし。で、俺もな、その、エッポで結論、1年以内に克服するって言った時も、1年以内に克服するって言った時も、1年以内に克服するって言った時も。これペヤングソース焼きそばができる時間、いや、そのソースかけたり、あ、なんかやってたりしたら、まあなんだかんだ4分経つ時間。俺はでも正直ペヤング食う時間が遅いから、お湯入れて1分経ったらお湯捨てちまう。そうやってやってるペヤングソース焼きそば、俺はマジで相棒なんだよ。ペヤング、じゃがりこ、今日は違うからストロングゼロ、あとマネコとソーセージか、あいつら相棒なんで、本当に。俺は、やつらが、なんか俺も好きになったやつは、本当にもう、みんな、マジ好きだし、そうやって、じゃがりこも大好きだし、ペヤングも大好きだし、マネコとソーセージも大好きだし、間違いない、これ本当に。俺の体の一部だよ、もうあいつらは。本当に悪魔将軍がサンシャインとかアシュランとかつけた時と一緒だよ。ああいう感じですよ。ああ、もう本当に、やっぱ好きなものって没頭するっていうのはやっぱいいことだと思うんですよ、本当に。なんかやっぱ好きじゃないこともやんなきゃいけない時あるっすけど、やっぱ好きなことに没頭して、俺は丸ごとソーセージが好きだ、じゃがりこが好きだ、ペヤングが好きだ、ストロングゼロが好きだ、楽しいっすもん。それで朝は丸ごとソーセージ食って、おやつはじゃがりこ食って、夜食にペヤング食って、ストロングゼロ飲みながら、ペヤング食い終わったらじゃがりこ食えばいいんじゃないですか。じゃがりこ2回、じゃがりこやっぱ強いんですね。サラダ味なんですよ、絶対。サラダ味以外のじゃがりこはじゃがりこって認めてないですからね。やっぱいろいろあるんですよ。やっぱ好きなものは好きですよ。なんかね、その友達とかも、なんか、上辺だけの付き合いとかもやっぱいますけど、そうじゃねえやつだって、やっぱその青春時代とか、青春時代っていうの別になかったっすけど、その例えば中学の時に一緒になんかいろいろ遊んできたやつだとか、高校の時なんか遊んでたやつだとか、ごくわずかっすけど、
そういうやつらがいて、たまにその同窓会とかでそうじゃないやつらもあって、なんか、はい、3分です。時代っていうのは俺あれなんですよ、こっち一応ステージです。よし、先週時代はそのやっぱ中学校になっちゃうんですよ、ね、俺高校ってあんま通ってなかったんだ。あ、いや、くくりないか、くくりないとしたら俺はもうそういうのも青春時代って言えますよ。あ、その青春時代か、そう、多分他の人たちが青春時代って言うだから、その高校生なんか高2高3か、でも俺高2で中退してるんですよ。で高2で中退して、俺はその後にまあアルバイトとずっとしてて、で暇だからなんか散歩に、暇だから散歩に秋葉原行ったんですよ。したらなんか地下アイドルの子がいて、その子がなんかこういうのやってますっていうの配ってて、それをたまたまもらって、でなんか暇だし、俺その前からなんかそういうアイドル系とか好きだったんで、なんか試しに行ってみるかぐらいの感じで行って、でもなんか俺そのすげえその子にも救われたと思ってて、なんかで、なんかそのオタクの子たち、オタクの人たちともなんかすげえなんか遊びに行ったりとかしてたし、なんか あそこでなんかそのアイドルのライブ見てすげえ騒いだりしてて、俺の青春時代そういうことなんだよな、その少女漫画で見るなんか恋愛が、おー、あれ何恋愛がどうとなく思ったら俺やってないんで、あ、違うっぽいです、大丈夫です。恋愛で青春時代とかやってないんで、その地下アイドルとか行ってた時は青春時代だったと思うんですよ、俺なんですよね。3分じゃないんだ、まだ。いやー、その時いたその地下アイドルの子に言うんですけど、本当にあの時本当に助けられたと思いました。正直あの時なんかそのバイト先でもすげえなんか怒られてたし、何がしたいか分かんなかったし、あの時は。けどなんかあなたと会った時、はい、バス、終バス、終バスに乗る人、終バスに乗る人。信号マジで、あんたナイスだわ。俺たち今信号を無視して歩いたんじゃなくてよかったっすね。明日何やるんですか。マジかよ。明日何やるんですか。ポエトリースラムジャパンと埼玉 SPGA と、あとは帰り道は遠回りしたくなる西野七瀬みたいなような状況で八幡なんて言うよ。現れたから西の直線みたいな感じで、でも橋本頼みだから、イエーイ。すいません、橋本頼みが一番。あ、なんか忘れてるよ。何忘れてる。最終的に大丈夫。すいません。